もう始まった感じですね。ストリーミング中って出ました。ああ、ということで始まりました。はい、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで、高木さん、高木明宏さんが来ていただきました、はい。簡単に自己紹介していただいていいですか。はい。日本とバングラディッシュで IT 事業を経営してまして、で、関さんとの出会いは神戸グローバルスタートアップゲートウェイの、神戸市がやってるベンチャー企業向けのアクセラレータープログラムでメンターとして参加 されてて、で審査もしていただいて、うん、はい、でそこからそうですね、ちょっと何回かいろいろお話しさせていただいたり事業のご相談をさせていただいている関係です。で今僕らがどんな事業をしているかっていうと、うん、もともと神戸グローバルスタートアップゲートウェイの時は荷物預かり場所予約マッチングプラットフォームテブラをやってて、でそこからブロックチェーンプロジェクトで忍者コインプロジェクトっていうのを始めて、 でも結局その資金調達とかもそんなにうまくはいかず、まあ、自前の持ち出しの資金でやってたんですけど、それを今年の5月に一旦クローズして、うん、で今は何してるかっていうと、もともとレンタルの EC システムの開発を受託でやってたんですけど、うん、去年の夏ぐらいから、まあ、ちょっとずっと持ち出しでやるのも忍者コインプロジェクトを手ぶら1本でやってたので持ち出しやるのも厳しいなってなって、うん、で、まあ、安定した短期でキャッシュが得れる事業も並行して進めていこうっていう形になったんですけど、うん、まあ、レンタルのシステムの問い合わせがインバウンドで、まあ、割と来ていたっていうのと、あとレンタル市場は今後広がっていくだろうなっていうのをちょっといろいろリサーチして思ったのと、あとまあ競合が少ない今のところ競合が滋賀の1社ぐらいしかいないので、これまあ日本のマーケットはうまくいけば狙えるんじゃないかなと思って、レンタルのシステム開発を、着物事業者さんとかドレス事業者さんの貸衣装事業者さん向けにしてました。はい、でそこで結構案件は取れてて、でただ今年の2月からまあコロナで、まあ、小売りがダメージを負って、うん、まあこう通販どころじゃないってなったので、じゃあ我々ができることは何かなって考えた時に、その行政書士さんと一緒にその補助金申請を手伝ってあげて、でレンタルのシステム開発を補助金で導入しようみたいな形のものをやってまして、でおかげさまでも結構な数がもう受かってキャパがパンパンになってしまったので、もう営業いらないっていうので最近坊主にしました。なるほど、はい、っていう感じです。で、まあ、今回の流れにつながるんですけど、まあ、とはいえ今正直言うと、もともとその荷物預かりのサービスも世界初っていうの でもしかしたら世界に広げれるかもしれない、はい、で僕らのビジョンって世界中の情報格差をなくして公平な機会を優秀な人々に与えるっていう、そういった社会を作るっていうもので7年前からずっと事業やってきたんですけど、まあ、一旦ちょっとキャッシュを安定的に入れようっていう形で、なんていうんですかね、こうビジョンよりは少しそれた形のビジネスはしているんですけど、まあキャッシュをこうある程度貯めつつ、でもまあ長いスパンでこう情報格差のない社会を作っていけたらなという思いでやっております。はい。っていうのが近況ですかね。で、今回のその CTO 採用っていう、こうタイトルにもつながるんですけど、まあ今おかげさまで案件自体はたくさん入ってきてて、うん、で、じゃあその案件をどうさばくかみたいなところが今後1、2ヶ月後ぐらいに課題として上がってくるので、うん、ウェブディレクターさんとかプロジェクトマネージャーさんを、まあ、関さんがどういうふうにこう採用プロセス踏んだりとか、はい、はい、あとは特にそうですね、カルチャーフィットなんかも、まあ、採用された後に見られてるのか、うん、なんかどういうふうにこうやられてるのかなっていうのがちょっと気になってアドバイスいただければなと思いました。はい、っていうのが、まあ、
なんていうんですか、みんなしっかりしてるのであのこう公式的な考えたやつだったんですけど、それ以外にもなんか最近の流行り事とかもろもろ雑談できればなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。まあ、ゆるくいきましょう。はい、とかも雑談もと、ね、はい、そうですね。僕は最近あのトレッドミルデスクっていうランニングマシーンに机をつけるようなやつを導入しました。いいっすね。運動不足になっちゃいますね。そうっすね。僕も欲しい。はい。なんか中古で2万円弱ぐらいだったんで。うん、おー、はい、うん。安いっすね、意外と。ランニングマシンの上にこう台を乗せてしてるんですけど、とりあえず。はい。海外だと、あの、うん、結構好評みたいです。いいな。欲しいです。はい。じゃあ、ちょっとあれですね、採用の話の前に、もうちょっとあの、この辺のビジョンの話とか、はい。ぜひ、どういうことやりたかったんだっけっていうのを聞きたいなと思って。ああ、なるほどですね。はい、まあ、結局は失敗に終わっちゃったプロジェクトになるんですけど、うん、まあ、忍者コインのプロジェクトの話をさせてもらうと、まあ、うん、もともとその事業立ち上げの当時から世界一つのページの上にで、うん、同じページのセイムページっていう社名でやらせてもらってるんですけど、うん、その、まあ、格差のない社会を作りたいって優秀な人がその公平な機会にアクセスできる社会を実現したいっていう思いでやっていて、で、忍者コインのプロジェクトやり始めたのが2018年とかなんで2年前ですかね、うん、2年前にそのもともとやっぱブロック元プログラマーなのでブロックチェーン自体にそんなにこう技術的な優位性はあんまりないかなと思って、うん、あのうちにブロックチェーンの案件とかも来てたんですけど、あの思ってたんですよね。で、そんな中ででも非中央集権や分散型の仕組みやそれに伴ってこう発生するビジョンによるネットワーク効果っていうのはその今の資本主義の課題のその資本の格差やそれこそデータの格差みたいなものも、うん、解決できるんじゃないか、こうバッチみたいな形でこう資本主義が成熟してきたがゆえに生まれてる課題をこう処理できるんじゃないかと思って、うん、こう事業、まあ、事業というか僕らの会社のリソースを全部突っ込んでやってきましたと、うん、はい、でこう進捗も含めて話すと、うん、ただやっぱりこう実際に忍者コインプロジェクトで資金調達したりとかを進めていく上で、あの僕らはすごいクリーンなやり方をしたんですよね。あのブロガーさんとかもマーケティングガイドライン作ってこうあんまりあの基本的にはその時の仮想通貨で資金調達っていうのはブロガーさんも商売なのでこう持って書くと手数料たくさん購入してくれて手数料が入るっていうインセンティブ構造ができてて、ただ僕らとして大事にしたかったのはやっぱりさっきのそのネットワーク効果もそうですけれど、やっぱりビジョンに共感してくれてる個人投資家であり機関投資家ではなかったんですよね、うんうん、っていうのもあってこういろいろ活動してたんですけど、まあ結局目標金額の1億円に対して最後600万円ぐらいしか集まらなくて、うん、でそれもまあいわゆる株のオーダー制みたいな形でフェアに取引をしたいと思ってたので、うんうんうん、2時間ぐらいだったかな、予約時間が2時間ぐらいだったと思うんですけど、2時間前からオーダーできるようにしておいて、うん、そのオーダーがキャンセルできるようにしたっていうのと、うん、あと購入後1週間以内にこうやっぱりやめたっていう人もいると思うので、うん、返金施策を設けてたんですよね。返金施策は計3回ぐらい設けたんですけど、うん、そうでなって、でなったんですけど、やっぱりこう周りのプロジェクトのファウンダーとかいろいろ話を聞くに、まあ、やっぱ機関投資家をうまく絡めないと難しい、うん、資金調達はうまくいってない。で、まあ、機関投資家って言ってもどっちかっていうと投機家寄りの投資家なので、うん、もう単純にこうそこを3日間とかで利益が出るような人たちですね、はい、っていうのをこうまあ結局まあ僕らの読みが甘かったんですけど、うんうん、もう少しこうビジョンで広がっていくと思ってたのがちょっとうまくいかずみたいなところで、でそこからは
それが2018年11月かな、だったので資金調達したの、まあ、そこから1年半ぐらいはちょっと持ち出しで、はい、なんとかこう事業を軌道に乗せれればなと思って、荷物預かり場所のプラットフォームの店舗拡大や、少しですけど自治体向けにそのパッケージとしてその民泊のプラットフォームとかガイドマッチングサービスの販売とかをあのトライしてました。はい、で、荷物預かりで言うと、いろんなシェアリングエコノミーのプラットフォーマーさんとお話しさせてもらって、最初に想定してたターゲットと LTV が、まあ、かなり違うと。で、一プラットフォーマーさんの話だと、あの当初はドミナント戦略っていってこうエリアを決めてそこで数を増やしていって、でサービス提供者を増やしていくことによって自然にサービス利用者も増やしていくだろうみたいな形でやってたんですけど、今実際に使ってもらっているそのリピータブルなユーザーっていうのはそのサービス提供者のエリアをあんまり使ってなくて全く違うんですよね。でそれでやっぱりなんか僕らも一回店舗を70店舗ぐらいに増やしたんですけど、まあ、店舗は増やせるなっていう感じはあったのでなんですけど、思ったよりその売り上げがそれに伴って上がんなかったので、まあ、利用者要リピータブルないいユーザーを見つけようっていうので、ジャニーズのコンサート行く人とか、おなるほど、はい、とかあとは法人向けに営業したりとか、営業さん向けとか福利厚生で使ってもらうように営業したりとかをしてました。ただこれをじゃあ大きくさせていくのは結構時間がかかるなと思って、まあ、資金がちょっと、まあ、このまま減っていくのも怖いなっていうのもあって一旦ちょっとそれは休止状態にしてるって感じですかね、まあコロナもありますけどもちろん、はい、ありがとうございます。よくはい。で、今はその EC のやつで、はい、一応案件としては回ってきていて、はい、そうですね。増やせる段階にはなってきた。はい。で、将来的にはまたこの辺のをやっていきたいっていうことなんですかね。そうですね。ただ、いわゆる他のスタートアップみたいに、なんていうんですかね。まあ、今、こう上場企業の裏側とかもこうブロックチェーンの関連で見たりしてて、なんか本当にこうビジョンを実現するのがその IPO しないとできないかとか、VC から資金調達しないとできないかっていうと、なんか結構 VC から資金調達するリスクの方が大きいのかなと思っているので、今のその上の荷物預かりとかも B2C なんで結構な資金がいるんですよね、なんでちょっとビジネスモデルとかいろいろ考え直さないといけないかなとか思ってたりは、はい、します。でじゃあ具体的にじゃあ本当に世界中の聴覚差をストレートになくす事業が何かっていうとちょっとまだ模索してる段階ではあります、はい。そういうのも含めて一緒に考えてくれる人が見つかるといいなと、そうですね、そのシェームページって、はい、世界は一つのページの上でっていうのをやりたいなと思ったのはそもそもなんですか。そうですね、もともとそのなんていうんですかね、まあそうですね、もともとのきっかけ一番大きいインパクトはそのバングラディッシュに僕が行った時に、その物乞いの子どもたちとちょっと少し話をしていく中で、一人の子どもがすごい背筋もピンとしてて目も力強くてはきはき喋ったんですよね、で多分9歳10歳ぐらいの子なんですけど、でまあ、その子がもし日本に生まれてちゃんとした教育が得られてそして適切な職が得られれば、家族も築けるし社会に対して貢献もできるなと、
で、そこで、まあ、なんていうんですかね、こう、心が痛んだっていうのがもともとのきっかけではあります。うん、で、多分そのきっかけのきっかけっていうと、まあ、もともと僕が広島県の福山市っていう地方出身で、で、父親は小さい頃、こう事業をしてて年商40億ぐらいまで行ったんですけど、うん、倒産してお金持ちからすごい貧乏になっちゃって、うんうんうん、で、まあたまたま僕はこうインターネットをうまく使うことができたのか運が良かったのかで、こうバングラディッシュに国のお金で行かせてもらったりとか、うん、こうアメリカのロサンゼルス行ったりサンフランシスコ行ったりとか今自由にやらせてもらってるんですけど、うんうんうん、なんかそういうふうな情報にアクセスできなかったり機械にアクセスできないだけで眠っている優秀な人は日本にもたくさんいるし世界にもたくさんいるんじゃないかなと思ってですね、うん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 、でっていう思いもあったり、はい、するのと、あとまあなんていうんですかね、こうなんとなくですけど、うん、あんまりこう力が一つのところに集まって、でその力を適切にハンドリングできない人がハンドリングしてる社会はあんまりいい社会じゃないんじゃないかなという思いもあります。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。よくわかりました。はい。じゃあちょっと採用の話に移っていきますね。はい、今そもそも何人なんですか、今は。今5人ですね。チームをコロナで2月に1回ちょっと縮小して5人にした、しました。うんうん、はい、多い時は15人ぐらいでやってました。で、CTO が欲しいのはどうしてですか？どうして理由ですよね。うん、今僕が営業もして、うん、プロマネもしてみたいな感じで案件をさばいてるんですけど、うん、会社の組織的には僕が多分営業に回った方がいいなと思っていて、はいはいはい、でウェブディレクターとかプロマネをこう束ねれる人もしくは自分がちゃんと手を動かせる人があった方がいいので、まあ、CTO っていうまあポジションなのか、まあ、全然うちとしてはこうお給料も、うん、はい、適正価格をお支払いしたいなとは思っているので、うんうん、いい人がいればっていうので、まあそうですね、 CTO かなと。なるほどね。はい。じゃあ、なるほどね。今まで自分が結構見てたけど、CTO をしっかり任せて外向けのコミュニケーションも回っていきたいと。そうですね。はい。僕はもうプロジェクトマネジメントの手を離したいっていうのが一番ですかね。そうするとまあ会社が伸びる絵が見えてくるので、はい。今はなんか採用してるんですか？今はですね。うちのホームページのライティングしてた山口さんっていう方が採用コンサルティングもしてるので、その方にちょっと相談してコンテンツ作りとかないペルソナ設定をしてたりし、で一方そのクラウドソーシングとか使って日英の、うん、で、小さいタスクを投げて、うんうんうん、いい人をちょっとそのまま引っ張ってこようかなっていうのは動いてます。はいはいはい、で、いわゆる採用の営業チャンネルで言うと、いろんな人の話を聞いて、やっぱりダイレクトリクルーティングがいいのかなと思っていて、うん、そうですね、Facebook、LinkedIn、あとまあ最近、求人サービスやりだし、スカウトサービスですかね、エイトさんとか、はい、だとまあ名刺とか、バイネーム、バイ会社で、スカウトが送れるので、っていうところを、今のところ考えてます。うんうん、はい。なるほどね。ちなみにですね、はい。僕はそんなに採用に詳しくありません。了解です。はい、大丈夫です。申し訳ないんですけど。あ、いや、全然大丈夫です。関さんのところはどうされてるんですか？僕はですね、はい、僕3つ会社やってるんですけどね。はい。1つはジオリパブリックジャパンという会社で、うん、これはシステム開発の会社です。うん、で、もう1つはハックキャンプという会社
はい。で、これは、企業のオープンイノベーション支援みたいなことをやっていて、うんうん、まあ、企業のワークショップだとか、ハッカソンとかアイデアソンとか、新規事業開発のお手伝いとか、うん、そういうことをやっています。うん、でもう一つは、コードフォージャパンですね。はい。うん、で、実はジュリパブリックジャパンは今20人ぐらいで、うんうん、もう10年ぐらいやってるんですけど、はい。採用にコストをかけたことがほとんどないんですね。へぇー。なぜかというと、まあ、オープンソースコミュニティにいろいろそのコントリビューションしてたりとか、うん、まあ、いろんなところに顔を出している中で、うん、もう紹介だけでやってきてるんですね。なるほど。うん。で、時々こう、例えば、半分ぐらい外国人なんですけど、日本に来て、あ、そうなんですね。働きたいっていう時に、はい。そのオープンソースコミュニティの人が、なんか GIS やりたいんだったら Geo Republic っていう会社あるよとか紹介してくれたりとか、で、困った時にこう、ちょっと忙しくなってきたねって言った時に、その誰か、はい、その社員が、ちょっとなんか、転職考えてる人がいるんで、みたいな感じで紹介してくれたりとか、うんうん、いう感じで、基本的にはリファラルだけの、ね。ジュリパブリックの方は。なるほど。おかげさまで。で、ハックキャンプは、つい最近、はい、求人を出しまして、はい。それはハックキャンプのページで、関春之と働きたい人募集みたいな感じで、ストレートに募集を、かけています。いう感じ。一応募集にも、募集っていうサービスの方にも、はい。求人出したんですけど、はい。経由よりは、やっぱりダイレクトの、Facebook で見たとか、このページを見たとかいう形で、来ていたことの方が多いのかなと。なるほどですね。なるほど。まあ、確かに関さんとうちの会社だといろいろ違うかなとは思いつつ、うん、その採用して入ってもらうじゃないですか、うんうん、で入ってもらった後は結構定着するもんですか、うん、そこはそうですね、あんまりやめてないですね、これまで。なんかジュンパペックはほとんど辞めている人いなくて。はい。そう、ハックキャンプは辞めている人もいますけど、うん。うん。あんまこう、カルチャーギャップとかそういうことではなく、やりたいことを見つけましたみたいな。のことが多いかなという感じですね。なるほど。こう、特に工夫もせずカルチャーフィットしてるって感じなんですか？そこはですね、はい、結構、特にハックキャンプの方は工夫をしています。ハックキャンプって、はい、カルチャーすごい大事にしてるんですけど、うん、ちょっと画面共有しましょうか。はい、ありがとうございます。今、サイトも見つつ、求人がどこかなとか。求人どこだっけ？僕も、どこにあるのか。って感じですけど、ね、ハックキャンプってなんかすごいこう、一言で言うと、誰もが成長できるし、この個人と、うん、個人の成長と企業の成長がリンクさせる、リンクするってことをこう大事にしてるんですね。で、まあ、こんな感じで、個人がとにかくこう成長することで、会社自体も成長しましょうって話なので、挑戦ができることとかですね。なるほど。そこからちゃんと経験が、そのフィードバックされて、うん、で、会社のこう、型みたいなのができてきて、うん、自然とこう、型通り仕事してたら、うん、すげえ成長してたみたいな、うん、そういう仕組み作りをしていこうみたいな、ことを全社員にこう、徹底していきたいと思っているので、うん、なんかこの辺でカルチャーリードっていう人がいたりとかですね。で、その、評価軸にも、その、まあ、売り上げとかとは別に、カルチャーをちゃんと体現しているかってこととか、うんうん、そういったものをちゃんと評価にも入れていたりとかですね。
へぇ。行動指針みたいな形。まあ、行動指針なんかみんなどこの会社に作ってたりすると思うんですけど、うん、まあ、しっかりこうみんなで話し合いながら作ったりして、やっては、今、まあ、人数も少ないんで、割とそのコミュニケーションしやすい会社かなと思ってます。最近リモートワークメインになりましたけど、まあ、以前からとリモートでもやっていましたし、はい、というところで。質問してもいいですか？はい。その評価制度っていうのはどんな感じでしてるんですか？評価はですね、はい、結構今までは、そのあんまりこう、すごい、まあ、特に去年とかまでは、あんまりこう、しっかりと評価みたいな仕組みをあえて作ってなかったけど、ああ、あえて。さすがに必要だよねってことになってですね、うん、OKR をやっています。うん、なるほど。はい、その、最初の時にあえて作ってなかったのは、どういった理由からなんですか？なんか、割とこう人数も少なかったし、うん、目の届く範囲でワンオンワンとかしながらですね、うん、まあ私が評価するみたいな感じ。なるほど。ワンオンワンも、まあ、あともう一人の量で、うん、評価するみたいな感じで、まあある程度こう不満がない感じにはできてたんですけど、なるほどですね。まあ、でも、うん、やっぱり、これから人数を増やしていったりする中で、うん、ある程度こう、まあ、こう型を作るみたいなことを自分たちも言ってるし、うんうん、そういうの必要だし、そういうのがあった方がよりフラットになるよね、みたいな感じで、そういう意見が出てきたので、じゃあそろそろ作るときかと思って作ってるところですね。この型っていうのは、具体的にはどんなものになるんですか？うん、型は本当に様々ですね。例えば文化そのものみたいな、カルチャーみたいなのも型の一つだと思うんですけど、うん、細かいところで言えば、アサナを使ってですね。はいはい。うちも使ってます。はい。いろんな仕事のテンプレートを組んでいったりとか、ああ、なるほど。まあ、ワークショップのやり方とかですね、そういったことも全て型にしてですね、なるべくこう、個人の努力とか、うん、スキルセットとかに、あんまりこう左右されなくても、うん、とりあえず、このフォーマットに従おうみたいな感じにすると、うんうん、ある程度、こう、揃って、粒が揃っていくみたいな。それを、こう、ね、社員さんが作って、最後こうみんなでディスカッションして、これでいこうみたいな感じになるんですか？例えば、アサナのテンプレートなんかは、うん、もう、とりあえず作ってみました、みたいな感じで共有して。ああ、へえ。それで、あ、いいね、いいね、って感じだし、うんうん、ワークショップなんかも、ミューラルっていうのを使って、はい。それ使って、こう、うん、テンプレート誰かが作って、それを、うん、実際にお客さんとかで使ってみて、で、あ、これいいね、テンプレートにしようみたいな感じで、とかしたりとかしてますね。あと、オフラインでも合宿とか、何ヶ月かの試験やりますけど、そこでもなんか、ちょっと、こういうやり方試してみようみたいな感じで試して、うん、まあ、良ければそれをお客さんにそのままやったりとか。なるほど。で、うん。結構ワークショップを商材として売ってたりもするので、まあ、自分たちも使いながら、そのワークショップをどんどん進めていくみたいな感じでやってますね。なるほどですね。うん。ありがとうございます。なんかどこかこう参考にした会社とか団体とかってあるんですか？ハックキャンプはどうかな。団体というか、結構本は参考にしていますね。はい。はい。採用に関わらず、関さんが最近読んで面白かった本とかも聞きたいです。逆に僕がインタビューする。すいません。ですね。一番会社作って今のいろんな仕組み作りの参考にしたのは、はい、タイトルが出てきてる。これだ。なぜ弱さを見せ合える組織が強いのかっていう
あ、これだ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。今画面を。はい。これは僕がいろんな、まあ僕はジオリパブリックとコードフォージャパンとハックキャンプとそれぞれ全然違うカルチャーなんですけど、はい、ハックキャンプの仕組みを作るときに、うん、ビジョンとかも考えるときに参考したのは、これでしたね。なるほど。で、これがまさに個人の成長っていうのを会社の成長にどう、結びつけるかっていう、こう発達思考型組織について語って。へぇー。自分の弱さって、はい。まあ、最近は違うかもしれないけど、基本的には隠すもの。そうっすね。舐められちゃいますからね。そうそうそう。うん、でも、そうすると、さっき言ったようなフィードバックループみたいなのは、生まれてこない、うん。まあ確かにそうっすね。で、やっぱ、評価されるみたいな、弱いところを見せるとあんまちゃんと評価されないとか、うん、自分の、成果っていうのをとにかくアピールをして、これだけでしたみたいなことを言うことで、うんうん、成長というか、まあ、評価されるみたいな。こういう会社だと、やっぱ、うちみたいにこうどんどん新しいことやっていこうみたいな、うん、ことは、なかなか難しいし、失敗が許されない組織になってくると思うんですね。ああ、なるほど。でも、失敗することで、うん、そこがちゃんとこう、経験にフィードバックされて、うん、でそれでこう、また2回目全然成功すればいいかもしれないって、うんうんうん、そのためにまあいわゆる最近よく言われるこう安心安全な環境みたいなことも、うん、大事だし、うんうん、でもこうただ安心安全なこのホームみたいな環境だけだと、うんうん、まあ慣れ合いの組織になっちゃうわけで、うんうん、そうですね。でもコンフォータブルゾーンをちゃんと抜けて、うん、頑張ってでしかもこう自分で気づかないところも人からフィードバックちゃんともらって、厳しいこともちゃんとフィードバックして受け止められる。うんうん、精神状態で。で、言う側も結構、ここ言う側が一番大変なんですね。そうっすよね。やっぱりうまくいってないよねとか、結果出てないよねみたいなことをちゃんと言える。うん、人間関係を作って、で、作っていくにはどうするかみたいな、うん。で、人間はどんどん成長していくと、いくつになっても成長していくみたいなことが書かれてるんですけど、なるほど。それをこう会社に当てはめてみてるっていうのが、このハックキャンプのあり方かなと思っています。ああ、読んでみます。ありがとうございます。面白いです。うん、へえ。なるほど。おかげさまで今、ハックキャンプの方は、本当にガンガン人が成長している感じで、うーんで、結構子育て中の、メンバーも多いんですけど、はい。はい。このコロナ禍に関わらず、しっかりとこう、パフォーマンスを発揮できてますし。その、成長っていうのは、うちの会社もそうなんですけど、うん、まあ、結構今後ターゲットになっていく、こう、ウェブディレクターとかプロマネ CTO の人たちって、まあ自分の、うん、腕で食べれるようになりたいとか、はいうん、将来的に独立したいとか、うん、自分の名前で仕事がしたいとか、うんうんうん、っていう軸で成長を設けてるんですけど、うんうん、なんかどういう形でそのハクキャンプさんはこう成長を定義してたりするんですか？成長の定義、いいですね。そこはですね、うん、なんだろうな、そう言われてみると、これをもって成長ですという定義って、うん、は作ってない気はするな。うん、ただ、うん、多分こう、それはあんまり市場価値とかそういうものではない気もします。できなかったことがどれだけできるようになっているかとか、あとは、やっぱりやりたいこと、自分がワクワクできることと仕事をどれだけリンクできてるかとか。うん、ああ、なるほどですね。ところなんじゃないのかなって。うん。ね、うん。
でもその定義ってしてみたいなと思いました。言われて定調とはって。なんかうちはですね、うん、参考になるかどうか分かんないですけど、ぜひ教えてください。リンクドインってプロジェクトごとにフィードバックを出せたりするんですよね、はい、でリコメンデーションも書けるので、うん、なんかプロジェクトごとにそのお客さんからレビューをもらってリコメンデーションをもらえれば、まあ最悪僕が他の会社に転職したいってなった時もこんだけプロジェクトやりましたみたいな、はいはいはい、はい、まあお客さんもこんだけ引っ張ってきますってなったら困りますけど面白い、うん、そうっていうリンクドインのなんか個人のアカウントちゃんと日本人でもやっぱ持ってない人多いので作ってもらって、お客さんにレビュー書いてくださいっていうのをお願いしてます、はいはいはい、最近。それはすごいですね、面白い、うん、なんかまあそれは割と受けが良かったですね、うんうん、はい、確かにね、分かりやすいですね、それね、うん、なんかその独立ってなった時に、うん、僕視点から見る独立のためのスキルと、うん、独立してない人から見る独立のためのスキルは多分違うなと思ってて、うんうんうん、なんか大きいところで言うとプログラミングすごい成長したいって思ってる人もいるけど、でもなんか僕視点から見たら稼いでるプログラマーって営業がうまいので、うん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 、営業スキルも必要だなと思ってたりするので、うんうん、なんかでもその目線のギャップはあんまりこう経験しないと分かんないのかなと思ってて、うんうん、なんかリンクドインだと客観的になるかなと思いました。なるほどね。はい。でまあお客さんからフィードバックをもらって、なんかお客さんに言語化してもらってフィードバックをもらう、それがまあ多少ネガティブでも本人の成長になるんじゃないかなと思ったりですね。面白いですね。お客さんは結構入れてくれるものですか、リンクドインの。どうなんですかね。今んとこお願いしたところが着物事業者で結構大きい会社なんですけど、そこの会社の社長さんは全然 OK でしたけどね。でも入れてくれそうな気はします。っていうのは、うちが着物事業者営業しだして案件にならないところもあるんですよね。その、うん、そもそもここ EC 作ってもうまく成長できないから結局お金の無駄になっちゃうみたいなところも結構あって、事業者営業しだして案件にならないところもあるんですね。はい、羽織ってきましたね。失礼します。あ、全然大丈夫です。で YouTube ページが了解です。はい、でそういうふうな事業者さんには、うん、Google マイビジネスのレビュー書いてくださいって言って、うちがなんか軽くコンサルみたいなの 1,2 時間して、はい、ですぐ案件にはつながらないし、お金も発生しないけど、まあ、レビューを書いてもらうっていうのをしてるので、それはまあ割としてくれるんですよね、みんな言えば、はい、初めてですけど。へえ。ってなってるので、まあなんかしてくれるんじゃないかなと思ったりしてます。面白いな、お客さんからのフィードバックって確かに僕らも欲しいし、まあ、ハックキャンプとかでもこう、まあ、聞いたりはしてますけど、うん、リンクトインだとちょうど、いいなと思いましたんで、なんか試してみたいなと思います、ね。あ、よかったです。うんうん、ぜひぜひ。そうですね。まあ、そんな感じで進めてて、うん、そう。で、まあ、今はちょっと話戻ると、うん、やっぱりこう母数がちゃんとないといい人は選べないのかなと思ってるので、さっきのそのスカウト系やダイレクトリクルーティングのサービスとか、あとまあ関さんもおっしゃってましたけど、そのコミュニティの関係でこう人が紹介で入ってくるみたいな話もあったので、まあそういったイベントとかコンファレンス系とかでちょっといろんな人と会っていこうかなと思ってたりします。ですね。多分その、やっぱこう、求める人数とかによって全然採用の方法とは違うとは思うんですね。うん、ジオリパブリックにしろ、ハックキャンプにしろ、その、なんか、すごい、何十人も欲しいわけではないので。うん、そうですね。やっぱこう、縁みたいなものもあると思うんですよ。そうですね。うん。だから、そういう意味では、
常に採用しているみたいな。そうですよね。だからこそ、なんかあった時に、あ、じゃあぜひ一緒にみたいな感じにできるのかなというのはありますね。うんうんうん、あとやっぱコミュニティ活動をやっているからこそ、うん、なんかそもそも僕はこういうことをやりたい人だみたいな、うんうん、その探す側も分かって参加していただけるっていうのはあるかもしれないね。確かにそうですね、うん、うん、なるほど。まあでもぜひあれですね、採用につながってほしい。もしかしたらこれ聞いてる人の中に、そうなんですよね、ぜひちょっとよろしくお願いします。1000ページで問い合わせフォームから問い合わせしてもらったら僕が見るので。はい。はい。なんかその、スキルセットとか、経験とか、その、こういう人を求めてますっていうのは、もうちょっと教えていただいてもいいですか？あ、ありがとうございます。2パターン作ってて、はい。もう、理想のパターンと、育成枠みたいな。おぉ、なるほど、なるほど。はい。ものを作ってます。で、やっぱ周りの、人からすると育成枠の方が現実味があるんじゃないかと。はい。っていうのがあって。うん。なんかあった時に。あ、ごめんなさい。またなっちゃった。あ、大丈夫です。はい、大丈夫です。で、そうですね。理想のパターンは、うん、まあ、実際にちょっと仕事したことがある人をペルソナにしてるんですけど、まあ、まあ、その人は40歳で、男性で、うん、で、外国人で、シリコンバレーへの留学経験やスタートアップ経験、ジョインした経験があって、で、日本に一回戻っ、あ、日本に来てて、で、日本で、スタートアップに入って、上場経験があって、まあ、キャピタルゲインも一定数持ってて。っていう、まあ、その人のちょっとどれがマスト要件か、どれがこうウォントかみたいなところはあるんですけど、で、スタートアップをいろいろしてるけど、やっぱりこう非中央集権や分散型の、仕組みやビジョンにはコミットしてて、うんうんうん、で、まあ、ブロックチェーンっていうのもだいぶ前からこう目をつけててっていう人ですかね。なんで、まあ、お金はそこそこあるけど、エンジニア上がりで、うん、はい。で、まあ、マネジメント経験も10年くらいあって、多国籍のマネジメント経験もある、みたいな人ですかね。それが、まあ、理想かな。まあ、言語とかなんか細かく言ってもいいんですけど、はい、そんな感じですかね。めっちゃすごい、スーパーマンですね。スーパーマンなんです。でもまあ、理想を持って、そこから落としていった方がいいのかなと、なるほどね。スタートアップ的に思いました。理想は高くと。はい。はい、で、あとは外国人がこう、日本企業のこう、うん、なんていうんですかね、こう、ジョブ探しをするのはちょっと大変だなと思ってるので、はい、そこをちょっと持ち前の僕の営業力で、リンクドインでひたすらメッセージを送るとか、はい。っていうのでいい人がいないかなと思ってます。うんうん、はい。外国人がいいんですね。あ、まあ、外国人でもまあ日本語が喋れないとダメですけど。なるほど。はい。なんですけど、日本人で優秀な人と、そのまあ僕が比較対象する人と比べたときに、外国人の方がやっぱこう、ロジカルな人が多いので、うん、そうっすね。事業がうまくいきそうなイメージが湧きました。はい。なるほど。理想パターンはですね。はい。育成枠はどんな感じですか？育成枠は、26歳ぐらいで、大企業に一旦入ったけど、将来的に独立をしたい。でも、いきなり、事業を起こすのはちょっとリスク高い。って思ってる、ウェブディレクター、ここはでもあんまりエンジニアにこだわりはないんですけど、ウェブディレクターやプロマネの経験がある方ですかね、2年以上あって、はい。で、そうですね、まあ、育成枠でも、まあ、理想の人は、まあ、さっきのキャリアで分かりますけど、育成枠でもちょっと大事にし
したいなと思ってるのがやっぱ独立志向があって、こう自分がちゃんと会社に対してベネフィットを出す、でそれがお客さんに対してベネフィットになって自分の報酬として返ってくるみたいなところを持ててる人ですかね。はい、うん、育成枠ならまあいそうな感じしますね。そうですね。ちなみにそのじゃあ専務ページに参加すると、うん、逆にどういう経験が得られるのか。そうですね、あんまりこうまとまってないのでこうつらつらとなるんですけど、うん、一つはさっきのその補助金申請も一緒に、させてもらってるので、うん、いわゆる新規事業開発にコミットできると、うん、クライアントさんの、はい、なんで新規事業を自分で立ち上げてその業界のことを知ることができるっていうところと、あとはそうだな、まあ海外の人と仕事をしているので、うん、まあ英語環境で仕事ができるっていうところ、はい、はい、で、まあスタートアップみんなそうかもしれないんですけど、やっぱり裁量が大きいので、うん、成長できる人は結構なスピードで成長できると思います。うんうんうん、まあ、具体的にはインターンで中堅大学で初めて世界ビッグ4のコンサルティングファームへ新卒で入ったインターンの子がいるんですけど、はい、まあ、その子みたいな形でこう短い時間で成長はできるかなと思います。うんうんうん、はい、でもまあ一番大きいのはあれですね、やっぱりこう一番大きいのか、ちょっと今はこうお金を利益を上げる方向に行ってますけど、やっぱ社会を変えるためにこう何かをしたいって思ってるメンバーと一緒に働けるっていうところが、はい、大きいのかなと。非中央集権や分散型のところを一回やって失敗しちゃいましたけど、でもしっかり考えて動けて、で次じゃあどういったら成功するのかみたいなところを考えれてる日本の企業はそんなに多くないんじゃないかなとか思ったりしますけど、はい、ありがとうございます。はい、まあ、結構その外国人で日本で働きたい人って確かに、ジオリパブリックでも結構時々、相談が来るぐらいなんで、うん。そういう人がいたら面白いなと思いますね。そうですね。うん。うん。今は完全リモートなんですか？どちらも。一応、ジオリパブリックは東京オフィスと神戸オフィスがあって、はい。神戸オフィスの方は、外国人が多いんですけど、うんうん、結構出社はしている人が結構いたりはします。でもまあリモートで働ける会社なんで完全にリモートの人もいます。あとみんなに日本在住なんですか？日本在住の人と、あとまあビザはあるけど、行ったり来たりしている。フィリピンと日本を行ったり来たりしている。ルワンダと日本を行ったり来たりしてたり、そういう人もいます。まあ、ちょっとコロナで簡単には往復できなくなりましたけど、はい。そうですね、うん。そうか。そうですね。なるほど。了解です。なるほどね。はい。まあ、今一応いろんな手段をかけて、対応していってるってことですね。そうですね。はい、はい。まあ、直接営業が、まあ、いいのかなと。うちに待ってるのかなと思って、ダイレクトリクルーティングかなと思ってます。このリンクトインとかで、確かにこう、海外からもリクルーティングのメールとか結構来ますけど、ああいうのって、こう、送る側としたら反応は結構あるもん？うちはですね、メッセージをこう、まだ送る採用をやったことないんですよね。はいはいはい、なんですけど、一回そのジョブポストをリンクドインで出したときは、3万円ぐらい使って、7人ぐらい面談したのかな。
で、結構いい人もいましたけどね。はい。まあ、その時はもうちょっと、今は年収1000万円超えても頑張って出そうかなとか思ったりするんですけど、その時はまだそんな年収1000万超えはちょっとうちでは厳しいかなと思ってたので、断っちゃいましたけど、年収2000万、はい、3000万の人も何人かいました。おー。はい。全然、悪くないどころか結構いい人ですね。3万で7人くらいになる。そうですね。うん。うん。あ、それは外国人ですか？日本人も来たんですけど、日本人はおじいさんでしたね。うん、そうですか。おじいさんが悪いわけじゃないんですけど、はい。おじいさんが来ました。おじいさんで、まあ結構、キャリアも持たれてる方だと思うんですけどね。はい。なんか試してみたいなと思いました。うん、リンクドインも結構良さそうな、コスパがいい感じがしましたね、うん、日本だと。そうですね。なんか最近やっぱ、はい、既存の募集のやつとかも、割と反応はあんまり良くなくなってきてるんで、ワンテッド。そうですよね。なんかこう、うん、僕もそれは結構聞いてて、やっぱこう、うん、採用したいって思う企業側がどんどん増えれば増えるほど、そのプラットフォームが埋まっていって、そうですよね、あんま良くなくなるんだな、みたいなのは思いました。そうですね。なるほど、なるほど。はい。ちょっとあと5分ですけど、うん、ありがとうございます、はい。ちょっと採用に関しては、うん、いただいたものと本を読みながら。はい、すいませんね、あんまりこう。実践的なアドバイス。あ、いやいや、全然大丈夫です。僕もそんなにこう、カチッと決まって、これを相談しようっていう形で、相談したわけじゃなかったので、はい、皆さんの YouTube を見て、こんな軽い感じで大丈夫だろうか、みたいな。全然大丈夫です。結構、久々にお話できて、僕も良かったなと。ありがとうございます。思います。いや、頑張ってますね。いや、まあそうですね。ちょっと一回、2年間、3年間、しっかりやりきって、だと思うので、まあ、いろいろ反省点はあって勉強はしましたけど、うん、はい、まあでもいろいろいろんなものがもう 2,3 年前とは全然違う、ものが見えるようになったなとは思います、うんうんうん、はい、そうですね、はい、あと奥原さんっていう、うん、マイネットとかデジタルガレージの顧問とかをされた方なのかな、うんうんうん、はい、の方にもメンターというか、はい、顧問というかになってもらってて、はい、実務もできる金融系のバックグラウンドの方なので、はい、はい、営業教えてもらったり採用教えてもらったり、はい、経営者マインド教えてもらったりしてます。すごいいいですね、はい、なんか、あ、そういえば勤務地は勤務地は東京ですけど、さっきのその質問の意図としては、はい、でもやっぱりみんな最初はリモートはいいんですかねと思って、まあ、業務内容にもよるとは思いますけどね。うんうん、結構でも、オンボーディングとかって、うん、まあでも業務によるな。結局、ハックキャンプとかは全然リモートでも、リモートメインでも割となんとかなって。なってるんですね。まっすぐ。ただ3ヶ月に1回ぐらいは、やっぱ、ちゃんと会う場所を作って、なるほど、オンラインミーティングをやったりはしてますけどね。うんうん、そうか、まあそうですね、やっぱスタートアップなんで、できれば一緒の事務所でした方が、うんうん、カルチャーの伝わりとか僕の人間の伝わりとかも全然違うのかなとは思ったり、はい、はい、うん、やっぱり、はい、そうですね、信頼関係を作るとかの部分とか、うん、最初のビジョンを共有するとかは、うん、まあ会えるに越したことはないなぁとは思いますけどね。そうですね。まあ、会えないとできないとは思わないですけど。うん。うん。まあ、優秀な人だったら僕が行ってもいいですけどね。はいはい、はい。逆に。そうですね。それはある。僕が、東京を置いて、他のところで、その人と一緒にリモートワークみたいなのは、はい、ありかなと思いました。うん。はい。まあ、一回でいいからね、合宿しとくとだいぶ。違いますね。やっぱり僕ら、ハックキャンプはいろんなワークショップを提供していて、まあコロナによってほとんどがオンラインに切り替わりましたけど、うん、オンラインでも全然こう、やれることはやれてるんですけど、やっぱりこう、良、うんうん、くないのはオフラインでやってたことをオンラインでそのまま置き換えようとすること。そうですね。
ですね、うん、でやっぱオフラインはオフラインの良さがあるんですけど、うん、オンラインでやる場合には全くこうやり方とか目的自体からやっぱ見直してやらなきゃいけないので、その辺をごっちゃにしなければ、うん、その効率的なコミュニケーションと、あとはもうなんか無駄でもいいからなんかしっかりと話す時間とか、そうですね、対応が大事かな、確かに思ったりしてます、ね、なるほど。ちなみにあの採用のページありました、あ、ありました、ノートで、ノートですかね、書いてましたね、はい、そのおかげさまで、はい、いい人が見つかりそうでございます、非常に素晴らしい、はい、これオフラインミーティングです、そうですね、うん、あの最近まあ経営者なんでこうストレスレベルも測りたいなと思って、おその英語のオンラインカウンセリングとかちょっと受けてみたんですけど、うん、その、まあ、結局続かなかったんですけどね、続かなかったんですけど、なんかそのカウンセリングをいろいろ調べたら、やっぱりこうお金があれば対面のカウンセリングの方がいいっていう人が多くて、でやっぱこうなんていうんですかね、貧乏ゆすりとか、うん、その人からこう対面で会って伝わってくる情報ってすごいたくさんのものがあるから、なかなかこう顔だけのあの Zoom とか Google Meet とかだと伝わらないんじゃないかみたいな意見が多かったですけどね。それはありますね、やっぱりあのノンバーバルのコミュニケーション部分とか、うん、なかなかね Zoom では限界が、そうそう、ね、うん、なんでやっぱまあオフライン大事ですよね、うん、ちなみにこの前のオフラインのミーティングやったときには、やっぱこう、はい、オンラインではできないことやろうっていう、いろんなことをやりましたね。例えばどんなことなんですか？あ、まあ、それこそ、あの、ヨガみたいな、ヨガじゃなくて、あの、そうですね、ヨガと瞑想みたいなのもそうですし、なるほど。もう、あの、すごい、あんまりこう、効率的なことを意識しないみたいな。効率的にやろうみたいなことをあえて意識せずに、そうですね、しっかりとチェックインしたりとかね、まあ、そういうこと、なるほど、うん、確かにそうか、その効率の呪縛は結構大変だなとちょっと今思いました。確かにそうですよね、あんまり効率効率って考えることが本当に効率いいかどうか分かんないなと思う時がありますね。なんか無駄も必要だなと、うん、なるほど、うん、そうか、ありがとうございます、まあ、関さん1時間過ぎちゃったんですけど、はい、大丈夫ですか、はいはい、そんなところですかね今日の、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、ぜひこれからも頑張ってください、はい、頑張ります、はい、あと一応これ配信、はい、録画も配信するので、はい、もしかしたらこれを見てですね、なんか問い合わせしたみたいな人がいたらすげえ面白いなと思いつつ、了解しました、一応議事録にはい、URL 貼っとくので、あ、そこの問い、そうですね、採用ページとか、はい、議事録に貼っといてください。はい。はい。じゃあ、ありがとうございます。はい。じゃあ、またお会いしましょう。はい。引き続きよろしくお願いします。はい。失礼します。失礼します。